やっぱり変な人っているんですか？いる！変な人はいる！いる。みなさんこんにちは、ももです。くろです。ももくろチャンネルです。というわけで今日はマッチングアプリ5000、5000っていうかマッチングアプリについて最近の特徴を述べてみよう。イエーイ。先生お願いします。どうぞ。37歳シングルマザーの私クロちゃんでございますけれども、最近マッチングアプリ、そうですね、前回の旦那さんも Tinder で出会った方でございました。今回もマッチングアプリをさせていただいてます。あーそうだ、そういえばね、スラスラって言いますスラスラと言ってんのに言い終わる前にそれがね、クロちゃんが似てる芸能人8000いらないすごい関係ない話だった。なんかあ、違うよ、違うの探してたら見て、この人似てるそういうのはブログでやってもらっていいですかこれを探してたのさ、はい、はい、じゃあそれを紹介してください。これね、たまにツイッターとかで出てくるマッチングアプリのこの図、これに騙されないでほしいわけですよ、本当に。最近もう、昨日もニュースでやってたけど、マッチングアプリで出会って睡眠薬がどうとかみたいな。でね、さっきも地元の後輩みたいな女の子から、なんか私の友達が全然アプリやんないんですけど、やっぱり変な人っているんですか？いる！変な人はいる！だからいないって思って飛び込んだら危険だけど、いるのを承知の上でやってほしいです。そこも自己責任だし、自分の目を養うべきだし、そんなもうね、初めて同士が会うんですから、相手が何考えてるか、既婚者か何かな、分かんないわけですよ。だからそういうところをちゃんと情報を取りつつですよ、自分でね、取って、家にルームシェアしてるとか、弟と住んでるとか言ったら、やっぱまず怪しい、家に行けない人は怪しいとか、既婚者かどうか、はいはい、そうやってもあるしね。睡眠薬とか入れられたらもうでも席立てなくなっちゃうけどね、それはもうドリンク持ってトイレ行かなきゃいけなくなっちゃうから、ね、だから飲み干してから行った方がいいのかな。飲み干して、ね、次のできればそうしよう。で、ドリンクは頼まない。そうしよう。頼んじゃったら入れられちゃうかもしれないから。本当に私はたまたまかもしれないけど、危険な目に遭ったことってないんだよね。すんごい数がやってるわけよ今、マッチングアプリなんて、うん、もう私の周りもめちゃくちゃ結婚してるし、うん、だからその確率論でさ、1%とか 0.00 何%とかがニュースになって怖いってなっちゃうけど、うん、やっぱり今の時代シングルマザーでもこんなに出会いがあるのは本当にアプリのおかげでしかない、うん、やっぱり飲み会とか合コンじゃシングルマザー36歳、いやちょっと厳しいってなっちゃうわけ。会う前からね、会う前から厳しいってなっちゃうし、会ってもやっぱさ、でもアプリってそれを出してる上で、うん、いいって言って自分も顔がいい人を選べるっていう顔とかね、スペック見れますから、めちゃくちゃいいわけよ。やっぱりね、出会えない人に出会えたりするわけで、そのももちゃんと私が、私の元旦那とももちゃんが結婚していたアプリは Tinder ですね、はい、スワイプ型で左右にやっていくものですけれども、とりあえずここのね、あのあれでは四天王って書いてあるのが、うん、タップルお見合い with ペアーズなんですね。この4つもちろん私も四天王です、やっております。そこに Tinder 入り込まないんだね。まあ、Tinder はですね、わかんない、ちょっと最近やってるんですけど、やっぱね、マスクの時代になってですよ、なって、あのね、トーカレとかはマスクがない、もうこれほんと初歩だけど、マスクがない写真ある、うん、Tinder マスクを外させるとこからやる、めんどくさいよね。そんなみんなマスクつけっぱなしの写真しか載せてないの？多い。そういう人はもう最初からなしだよ。うん、なんかやっぱ誠意が見えない。でもしょうがないよ、 Tinder はそういうアプリだ、無料で課金が少ないアプリだし。でももう本当、でも本気度が足りないじゃん。うん、だからそういう人を選ばなければいい。でも Tinder で本気度高い人って、そんなオタクの旦那もそうでした、私の旦那もそうでした、本気度は低いからこそいい人がいるっていうのが Tinder なんですよ。そこの本気度をじゃああってこっちが上げれるかっていう、上げれる人はいいわけですよ。で、その視点遠かれです。その20代で可愛い、20代で可愛い子、何人見てる、この、 あの20代で可愛い子手挙げてください20代で可愛い子は遠かれっていうのはやっぱりスペックが高いんですね。一応顔の審査があるって言われてて、あとこれ言っておきたい、女子も何回か落ちた、一発でいけたと思う。うん、2回目だったかも。そう、私とかプチアヤちゃんとかも何回も落ちてるから。なんで審査落ちたんだっけ、あれ何なんだろう、分かんない。結構落ちるのよ簡単に、だから何回もトライしたらいけるし、あのまあ一応なんか服とかもなんか一応気にした方がいいのかな、あんまカジュアルすぎるとなんちゃらとかかなーとか言ってたけど、まあ何回かやってれば遠かれは受かりますので、1回落ちて2回落ちた3回落ちたぐらいで諦めないでほしいです。ただ、うん、私はにはあんまり良くないです。ただ、うん、前の前デートしていた相手、2ヶ月で8回やって振られた相手は遠かれでしたが、
その私みたいなちょっと年がいっちゃってて、うん、特にシングルマザーとかわざわざ遠かれのメンバーはやっぱりスペックが高いって言われてますので、うんうんうん、あの選ばれない、ね、合わない、合わない、選ばれないです、全く選ばれないです、全くではないですけど選ばれにくい、こっちからいいねしても返してもらえないぐらい、うん、ただ遠かれの女子がみたいな、ちょっと港区女子みたいなのが好きじゃないっていう人がタップルにいたりとかするわけだから、まあ、そこの自分が活かせないあの遠からとかにいる必要はない、いっぱいあるんですから、この世の中ちょっと今すごい数あるよ本当に、アプリって。マリッシュっていうのがですね、バツイチとかが多いって言われてる、バツイチ、シングルマザー、シングルマザー歓迎マークとかもあるぐらい、バツイチ同士だから、バツイチのシングルとかはシングルファーザーとかもいたりとか、まあ、マリッシュとかゼクシエ結びとか、この辺はやっぱりちょっとですね真面目系かなと思います。で真面目系アプリはその分やっぱりこう真面目系な男がいっぱいいる。そうですね、そのだって普通に生活してたらなかなか登録しないよね、男性は特にアプリでもね。出会いがなくて友達もそんなにいない人ってやっぱいっぱいいると思うんだよね。その飲み会にももうコロナ禍で呼んでもらえないし、やばいこのままじゃ出会いがないって思って登録する、割と普通面っていうか真面目系いっぱいいるんですよね。そうあったよね、前田社長が作ってくれたシングルマザー専用アプリ、女性はシングルマザーだけで男性はまあ普通でも OK みたいな、なんかそもそもはシングル同士のあれだったらしいんですけど、まあ、男性側は普通にして、ただちょっとシングルマザー、あ、選んだ相手がシングルマザーだったらいいんだけど、シングルマザーに来るってっていうのでね、炎上したよね、その子供の性別と年齢も入れるっていうので、ちょっとやっぱり私とハーチュンにもそこ送ったんだけど、このアプリにわざわざ登録してる人って何なんだろうねみたいな、ちょっと小児性愛とかが怖いよねみたいな話をしていたけど、それもともと話題になる前からそう思ってたんだ。思ってたもちろん。あ、そうなんだ、うん、ちょうどたまたま聞いてたんだよね、別の友達からも、こんなのできるらしいよみたいな。はあ、そっか。でもなんか、でもね、もう一方で誰かがツイッターで話してた、アプリなんて1個だけやってる人少ないんだから、まあ本当に出会いが欲しい人でいろんなアプリをやってる中の1個って思うならいいんじゃないかっていう意見もあるんだけど、ちょっと怖い。でもこちょっと怖いとはいえ、私だってアプリで、独身かっこ離婚子供同居中だから、調べようと思えば私のことをその、うんうんうん、子供が男児か女児かとは書いてないけど、まあそんなこと言ったら調べようと思えば調べれるから、うんうん、でもそれで近づいてきてる感じとかって別に感じないけどね、そんな隠すんだろうけどね、うん、まあだからそのシングルとかそういうの危険とか言いますけどね、難しいね、うん、難しいね、せっかく聞いたのにね、うん、そうだよ、でもすぐ取り下げてね、すごい下げいいね、前がコアリーっていうのもちょっととかって言われてたっけ、分かりやすくていいと思うなんかで、じゃあどういう人が、私のね周りの男友達でもそのシングルマザーってその一人の人を一人で育ててるっていうその強さみたいな大人っぽさに惹かれて、結構全然あえてじゃないけどシングルマザーと何人も付き合ったこと、何人か友達がいて、今の時代さ、なんか男の人って別になんか、まあ男の人も女の人もそうだけどさ、どうしても自分の子が欲しいっていう人ばっかりではない、その自分の価値観は自分の子が欲しいけどさっていうのもあるのかな、ね、あとなんか母子家庭で育った人とか、そういうのでも平気な人多そうだね。そう、私も結構そういう人あった、母子家庭とか言われるとすごいなんか多い、あ、そうだね、マッチした人母子家庭多いかも、だからもしかしたら私とマッチすることに抵抗ないのはそれなのかもしれない。そうだね、そうかもしれない。でもこっちからしても母子家庭に育った人、そのなんか完璧すぎないっていうか、それはすごく自分もそうだから、だって絶対その親もさ理解あるに決まってんじゃん、うん、それはすごくありがたいかもね。で、私が今一番推してるアプリはタップルです。 PR じゃありません。すごいよ、タップルだって何年前かはなんか始まったばっかのマッチングアプリでって感じで、登録するみたいな感じだった。今やもうナンバーワンな、タップルなんて目にも入れてなかった。しかもね、ここでは20代の恋愛目的みたいな感じなんですよ、書かれてるのは普段ね。けど私は一番おすすめしますね、タップルは。たまたまかもしれないけど、でもタップル with ペアーズを見合い、この辺はもう網羅しといて問題ないというか、1個だけやるなんて時間の無駄で、9個10個登録して全部写真もあれもコピペすればいいわけで、で1日の終わりにいいね来てるのをさーっと洗っていい人だけ返してメッセージすればいいんですよ。
もう1個にどこに自分の出会いのさ完璧な人がいるかなんてわからないし、いろいろやってみない、やってみて私はタップルが合うけど、私はウィズが合うとか、タップルは確かにその中だったらちょっとなんだろうな、スワイプ式だし真剣度で言ったらちょい下がるのかもしれない。でもすごくかっこいい人とか普通にいるし、すごいいいですよ、タップルやってみてほしい、まだやったことない人は。四天王の中では、はい、ペアーズとタップルがもう2大、あの会員数の多さ。マジで？そうなんだ。タップルね、今 YouTube にめちゃめちゃ広告売ってんだよ、確か。ペアーズもいいね。ペアーズがなんかね、私にはちょっと真面目すぎて、あんまり。あ、私もペアーズも。なんか、でも見方もさ、同じ人ずっと出てくる。ペアーズ。ティンだってスワイプしたらもうその人出てこなくなる。なんか言ってたね、それももちゃんね。そういう感じじゃなくね、結構難しくない？タップルってどういう感じ？本日レコメンドとかで100人ぐらい見れるのと、課金すると人気会員が見れるのと、でも基本私結構いいね来てる人の中、いいね来てる人がスワイプで、結構まあ初期の段階で若い人とかとマッチしたら、どういうつもり、何目的でやってますかとか結構掘っちゃいます。なんか会う前だし別に、違うなら違うで、とにかくこの恋愛とか婚活で大事なのって一人の人に時間を割かないことだと思うんだよね。だから違うなら違うでこっちも願い下げでいいんだから、どんどん次は出てくるわけだし、早い段階で結婚願望とかあるんですかとか、前の彼女いつまで付き合ってたんですか、なんで別れたんですか、同棲したことあるんですか、結構聞きます、会う前に。でそれでも大丈夫な人じゃないと意味がないと思うから、そこで真剣度も測れると思うし、あ、表って思ったら向こうも連絡来なくなるんだろうし、もう会う前にやっちゃいますね、早い段階で。でも早い段階でささっとお茶で会う、で2回目行くかどうか、3回目、もうやっぱもう今時アッチングアプリなんてって言ってる時代じゃないんですよ、本当に。もう出会えるし、ちゃんと、ただ共通の友人とかがない分、その会話とかが噛み合いにくかったりとか、そういうところはあると思うので、コミュニケーション能力は問われる。そうだね、お互いに、まあでもいっぱい質問してあげて、なんかここってとこがあったら、そう、ツイッターとかでもいっぱい婚活アカあるんで、そういうのフォローして、こういう話題がいいとか、なんかバイバイした後も今日すごい楽しかったですだけじゃなくだけだと社交辞令に取られるかねないから、今日あの話のあそこすごく面白かったですとか、やっぱ1回目会ってるうちに今度どこ行きたいよね、水族館行きたいよねとか、そういう話をまいといて、あの映画ですけどまた行きましょうとか、いいのかなって。私は今はとにかくタップル推しです、というわけで。なんかわかんないですけどね、はい、まあ出会いがない出会いがないって言ってる女子もめちゃくちゃ多いと思うんですけど、出会いは探しに行くものということで、本当におすすめですから。合コンなんてお互いがまず顔を知らないでタイプじゃなかったら、その一日意味ないから、いい人がいてもその人が自分のこと興味なかったら、たった2時間楽しく飲んで終わりだよ。アプリだったらお互いが顔が最低でもね、あれな上で会えますから。であとあんまり加工はしすぎないことですね、お互いの時間の無駄になっちゃうんで、はい、まあ、多少はいいですけど、わかんない、これも賛否だな。会って虜にできる自信があるんだったらちょっとぐらい加工しといた方がいいのかもしれないし、ね、そう、なんとも言えないですけど、私はもう7枚ぐらい全く加工してない写真をもういろんな角度で載せてますね、時間の無駄にならないように。というわけで皆さんの良い出会いに少しでもなればいいなと思ってます、そして私もいい出会いを報告できたらいいなと思ってます。それでは何かまた質問があったらぜひコメント欄にください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。